むむ。スパイ相手の PC のセキュリティが高いか。先輩になんぞ頼っていられないっすわ。魔族舐めたらあかんどう？こんなんハッキング一択よ。な、抜かった。パスワードミスってどんなボンミスよ。せめて報告連絡相談の問題であってほしかったわ。こんなのはパチュリー様じゃなくたって不愉快な顔されますね。よし、試合に出かけるか。目指すは J1 昇格だ。ただいます。情報員スタイル、Y シャツなので普段の私に近い。昇進するには論理学スキルを上げないとっすね。メイリンさんの前職体数、少ないなぁ。はい、こちらメイリン。ユニフォームがおかしいとな。パフォーマンスに関わるし着替えた方がいいに決まってます。なんでお金かかるねんと思ったら罰金か。自分らしい服が着られる選手は僕一握りだものね。私専用の勝負服が欲しいですね。一度殴ってみたかったんすよね。図書館司書生活よりも健康的かもしれない。ワン、ツー、ジャブ、ジャブ。こわー。やった。これで昇進できるわ。メイリンさんの弁には異常がなかったっす。よかったよかった。いや、赤髪の門番本メイリンって二つなでもいいじゃないの。いやいや、私も赤髪なんで、メイリンさん四皇になりたいからって抜けがけはなしっすよ。コアちゃんはどっちかっていうと黒のイメージよね。なんと、黒ひげだって言うんすか。ひどいっすわー。これでも女の子なのに。この流れだとお嬢様は鷹の目になっちゃうわね。ドラキュラだから。十字架下げてるから違くないっすか？それもそうか。ニンニク好きそうな顔してるもんね。暇そうなのは同じっすけどね。じゃあ外行ってきます。町の図書館に来てしまった。やっぱり落ち着くわね。悔しいけど。シムズのバニラで遊べる施設はどこも24時間営業だから怖いっすわ。絶対働きたくない。夜が明けて客が入り出したんで初対面の人とチェスやって論理学の造形を深めるっす。幸せと悲しみの市松模様ね。オフィシャルヒゲダンディズムの新曲、D メロのクイーンって叫ぶ節が最高っす。お兄さんはあれっすね。自分はノーダウトの頃から注目してたんだぞって市松厄介さがありそうっすね。あの曲も大概ドラマの主題歌なんで。古参ブルーにはちょっと意識が低いんじゃない？ん？盗賊じゃないか。田中ハンター、秘書。マジか。同族で同様じゃないっすか。ここで出会えたのは運命だわ。お嬢様の導きね。よし、必ず落とすぞ。アイラブ。その続きを、送らせてー。その前にこのおじさんを落としておかないと。こっちは偽りの恋よ、プリテンダーよ。はい、チェックメイト。何は露天ねん。よし、告白タイム。目の奥にあるフィルムで二人の映画を作りましょう。なんだ今の変なポーズ。おい、いきなりベッドのことを考えるな。とんだスケベ親父だわ。どうかと思いますわ。この映画の長さはそうっすねー。8センチくらいかな。さてさて、ついにこの時がやってまいりました。あんたには奥さんと別れてもらうわよ。って、いつまでベッドのこと考えとんねん。え、まさかもうそのソファでもいいかとか思ってる？とにかく奥さんと別れてちょうだいよ。ドロ。やれやれ、これでやっと実績解除一歩目だわ。シムズの住民、大いなる選択を人に委ねすぎがち。まあでもあえて肯定的に捉えるなら。何は露天ねん。何事もぐずぐず決めきれないでいるよりはマシな場合もあるかもね。いやでもやっぱ妻子捨てるのはやばいっすわ。